のスタートになりまして誠に申し訳ございません。大体デモクラ TV の本会議が、少し遅れて始まるという時は何かというと新しい技術の導入があった時なんですね。本当にこれはねもうみっともないお話でございますが、これはですね実はあの普段と同じことをやってるだけだったらですねこんなこと起きないんですが今日はちょっと、普段と違うことをやるということでございますのでどうかそこは、平にお許しいただきたいと思うわけでございますということで、今日の司会進行は私川崎隆之でお願いします。さあ、それではですね、まず、今日の出演者の皆さんをご紹介いたしましょう。まずこちら、政治社会学者で明治学院大学国際平和研究所研究員の木下千賀也さんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。木下さんにカメラを切り替えていただけますかと実はなんかやってね、喪失のコンソールの方がですね、ああ映りました、映りました。木下さんおはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。そして、続いてが、メディアクリエイティブディレクターの前北美也子さん、おはようございます。おはようございます。はい。そして、3番目、今日、初めてのご出演ですね、はい、生物多様性 NGO 拳銃の会の、坂田雅子さん。はい、そうです。どうございます。はい、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。でこのお三方で、今日は、お話をいろいろいただくということなんでございますが、じゃあ、まずこのいつもの、はい、こちら参りましょう。石川県能美市の奥田さんからいただきました。おはようございます。今日は油茶というんだそうですよ。これ、本当にあの山水の油にお茶の茶と書くんですが、日本固有の常緑種でサザンカとも呼びますというふうに書いてくださってるんですが、実はですねちょっと植物にうるさいスタッフがおりまして、いろいろちょっと資料を調べてくれました。そうすると油茶はサザンカと同じグループに属するようですが、サザンカ特に園芸品種のサザンカとは異なるものなんだそうです。どうもそのようですね。少なくとも油茶とサザンカは別のものだということなんだ。まあこれはあのモミジとカエネが、違う植物だったみたいな、まあなんかそういう話とかね、それに近いのかなと思いますが、まあ分類的には別なんだそうでございます。まあ、あのそういうことが学べたということで、あのそういう機会作っていただいてありがとうございました。奥田さんまた、楽しみにいたしております。ありがとうございます。それからこちら、はい、久留米の正田洋香さんから時事川柳いただいておりますが、これですね、今日はね、裏腹の贈収賄と収賄罪、裏腹の贈収賄と収賄罪、河合夫妻側だけだった、だけが有罪だったけども、見直しは当然のこっちゃないかと。まあそうですね、賄賂というのはあげてはいけないとは教わっておりません。もらってもいけないと教わっております。あげるのももらうのもいけないでございますね。特定の利益のために、公の人がお金をやり取りすること自体がいけないんだよというふうに私学生時代学校で教わった記憶がございます。まあ、そんなですね学校時代に教わるようなそんな基本的なことすら守れない政治家がこの国にまあその何十人という単位でいる、どうしたもんですかね。戦後の学校教育、まあ、人によってはもしかしたら戦前戦時中とかになるのかもしれませんが、日本の学校教育がね一体どんな人間を生み出したのか、本当あのそこで考えてしまうわけです。そういう人間を、まあ、選んでしまったのは市民だという言い方をする人がいますが、いやそういう人しか立候補しなかったら選ばざるを得ないわけですよ。その選挙を拒否すると言って投票に行かないという人が今どんどん増えてるわけです。本当は民主主義の制度から言えば投票に行かないというのは本当は
なしなんですが、その行かない人たちの思いというのをそろそろ政治家は分からなきゃいけないんじゃないですかね。余ったれないお前たちというような本では私一言言わせていただきたいと思います。牧田さん、何かさっき今手を挙げてらっしゃいましたけど、何か この辺りについて、いや民主主義の制度というのは投票に行かない人にもそれなりに分があるんじゃねえのと、それは政治家が作ってきた状況のせいじゃないのみたいなことを私言ったと思いますが、どう思います？聞いてます、聞いてますよ。どう？投票に行かなきゃいけないから行くっていうよりは、起きてるいろんなことが投票が関係してくるので、まずは起きてるいろんなことを知ってほしいし、知らせたいので、番組でいろいろ情報発信していけたらなと思っています、ね。はい、私は意識ダムが気になってんですけど、はい、まだ続けられないでしょうか。まあ、僕大体この番組来るときにですね、はい、前北さんと一緒に来るとき楽しみにしてまして、というので来たらパンをもらえるんですよ、ね、でその袖の下とか賄賂のつながりでそれになるってちょっと困るんですけど、でパンをやっぱりこうやっぱその今日の晩御飯までどうしようかって考えて来るわけですよ。でもね、やっぱりそのそれはね、賄賂はダメですよ。でもね、パンやっぱりそのパンっていうのが大事で、それはやっぱり有権者の人たちが政治ってものに関わることによって、そのパンっていうかね、はい、要するに得られるものがあるっていうことっていうのをやっぱ大事なんですよ。でそのやっぱりなんで昔ねすごくみんな投票に行ってたかっていうと、得られるものがあったからですよ。それは例えば、賃金が上がったりね、そのいろんなこの政治的なことに関わることによっていろんな成果が上がるっていう実感があったからですよね。で僕の世代っていうのはそういう以下の世代っていうのはそういう実感がないわけですよ。別に政治に関わるってことが何か得られるものがないと。でその例えばジェンダー平等っていうことに関してもね、そのやっぱりすごくベタに言えば超有名な、まあ、名前言いませんけども、はい、まあ、女性の社会政策の研究者が言ってましたけど、ジェンダーもやっぱり利得で語るべきよって、うん、だってそのなんていうの、目的とそれ自体を目的化するんじゃなくて、そういうジェンダー平等するっていうのがどれだけメリットがあるのかってことをきちんと語らなきゃいけないってことですね。でそれはやっぱりそのそういうことっていうことが今みたいな低成長の中ですごくできない事態にあると。で特に若い人たちが投票に行かないっていうのはまさに そこによって得られるものがない、感がないからなんですよね。でそれはやっぱりどういうふうにそのパンを提示していくかっていう、でそれが賄賂じゃなくてね、そう、そう、はい、いうことを考えないと、はい、それは上がらないと思うんです。やっぱり人はやっぱりそういうところで動くっていうのは、それは別に変なことじゃないですから、うん、なんか健全になんか理念とかイデオロギーだけで、正しいこと言ってるだけで動くって思ってる方が気持ち悪いわけですから、でそういうところをやはりその大事にするような政治を、まあ、野党側がね復活して、自民党のパンってのはね配るとこ限られてるんですね。だからこっちはもっといろんな人にも配りますよっていうふうに野党側が出すのがすごく大事だと思うんですよね。その通りだと思います、はい、よろしくお願いします。はい、承知いたしております。それでは、今日ご紹介する項目よろしくございましょうか。はい、出ました。今日ご紹介するのはこういう項目でございます。まず冒頭、長崎県の伊敷ダム、ご存知かと思いますが、行政代執行が迫るという状況でございまして、現地からの、今日は電話リポートを、お届けすることになりました。当初はズームでやろうかという話もあったんですけども、先ほど、見ていただいた通りちょっと、なかなかそれを、このラインに載せるのが難しいということで、音でお話を伺うということになります。そして、その次がコロナと市民活動の今、もうね、もう今の話なんかの関係してきますけども、我々が何か活動する、世の中を良くしようとするために動く、これがコロナのために、いろいろ変容している、まあ、その今の状況を、話し合ってみたいと思います。そして次、メガソーラー見直し要求の意味、そして参院選で自公にきしみ、キュッキュッキュッでございます。きしみですね。そして、会見の動き加速へ、加速してるっていうんですからね、これ皆さんちょっと慌てましょう。
で最後は所得格差の拡大を考える。本当にね、Facebook なんかね、毎日前澤と名乗る、たくさんの人たちからですね、あなたに10万円あげるという来ますね、メッセージが来るんですね。前澤さん一体何億人いらっしゃるんでしょうか。で皆さん10万円ずつくれるという話でね、一度もらってみたいと思うんですけど誰もくれませんね。まあ、そういうことをね、欲しがるというところを自分も直したいなと思うわけでございますが、はい、前北さんから、お知らせを一ついただきたいと思います。はい、すいません、明日から4日間2月13、14、15、16とこのデモクラ TV のスタジオをお借りしてお芝居をやります。はい、アントロポセン大人のサスティナイト、おととしの12月1回公演、1回こっきり公演だったので今回は7回連続公演をやらせていただきますので、ぜひいらしてください。4000円です。はい、オンライン、あ、デモクラ TV のトップページにもお知らせがあります。オンライン配信チケットもあります。どうぞよろしくお願いします。7回やるってのは本格的ですね。そうなんです、もうできるかどうかドキドキでしたけれども、この、まあ、でも7回もやれば7回目はもう完璧でしょう。いや、そういう意味じゃなくて、はい、いや、でもお芝居好きな人は初日と千秋楽を見るって言うんですよ。そうですね、もう違いも出てきますし、 それとこれはアートとジャーナリズムの融合って一生懸命言ってるんですけど、はい、エンターテインメントでコメディなんだけれども平和構築とか人権とか SDGs のことが分かるよ、分かる、もうちょっとさらに分かるっていう盛りだくさんなので、はい、ぜひいらしてください。ぜひぜひ、これご覧になっていただきたいと思います。さあ、それではここで一旦お知らせに行けますか。大丈夫ですか。はい、では火消しとして生きる人のライフスタイルレディオ、レディオ火消しライブ始まります。1時間生放送でお付き合いください。それが破られちゃったんですよ。それはいとも簡単にやった、トランプ、シリアの、そうです。あの時はこうびっくりして、何がどうなって、なんでみんながこうびっくりするのかっていうのはこれってことですね。そうです。だから日本ではなんかね、そこは改正法規上のね、問題はねほとんど話題にならなくて、だけど、でその流れですいません、メール次の流れて流れてないけどいいですか。すいません、時間短いですね。1時間しゃべるからそう、もうあっという間だから、もう、次回も楽しみに見てください。どうもありがとうございました。どうも。午前11時からお送りしておりますデモクラ TV 本会議、それでは最初の話題から参りましょう。長崎県と佐世保市が東園木郡川棚町に計画している一色ダム、2年前に全ての用地が土地収用法に基づく明け渡し期限を過ぎましたが、水没予定地高原地区では現在も13世帯が生活し、家屋撤去を含む行政代執行が可能な状況です。県側は去年9月から本体工事に着手しましたが、住民側は抗議の座り込みなどを続けています。そんな中、長崎では3日に県知事選が告示され、工事を進めようとする現職の中村知事は4選を目指し出馬、現地につないで、最新の情勢を伺いたいと思います。これからお話しいただくのが、ごめんなさい、ここに名前、松本道恵さんが、川田町からですか今日は。あ、松本さん、はい、声乗ってますでしょうか。大丈夫ですか。はい、はい、おはようございます。おはようございます。司会の川崎でございます。今このお話、どちらからしていただいてますでしょうか。今、佐世保市の自宅からです。はい、まずこの一色ダムについて、
現地のメディアはニュースなどで伝えているようですが、全国ニュースにほとんど載ってこないので、簡単にこの状況を説明していただけますでしょうか。昨日画像をお送りしてると思うんですが、それは見ていただけるんでしょうか。はいはい、番号で出しますので番号をおっしゃっていただけますでしょうか。はい、わかりました。では改めまして皆さんはじめまして、意識川守り隊の松本道江と申します。私は現地の住民ではありません。意識ダムの目的、利水の一つ、樹液地と言われる佐世保市に住んでいます。でもこの現地の自然や暮らしを破壊して、莫大な税金を必要とするダムは止めたいという立場で活動しています。それでは画像の1をお願いします。はい、出ました。はい、ここが意識ダム建設予定地なんですね。長崎県の川棚町にある高原地区というところです。今写真に見えているのは 5,6 軒しか写っていないと思うんですけれども、全部で13軒の家があり、13家族の暮らしがあり、人の営みがあります。でここに約50人の方が暮らしています。で先ほどもそちらでお話しいただいたように、すでにこの13軒の家も土地もすべて強制収容されていて、所有権が国に移っています。なので今現在ここに住んでいる方々は法的には違法滞在者というふうな扱いになっています。でも皆さんはその半世紀前からこのふるさとを守りたいという運動をずっと今なお続けておられて、今もこれまで通り の, 暮らしを続けておられます。次の写真お願いします。はい、では次の写真、はい、出ました。はい、こちらが大体住民の皆さんの集合写真なんですけれども、ご覧になって分かるように、もう幼稚園児から、95歳のおばあさんまで皆さんこう一つの大きな家族のように寄り添って助け合って暮らしておられます。次お願いします。はい、次お願いします。出ました。はい、こちらは、稲刈りの様子の写真なんですが、大抵のお宅がこうやって米作りやってますけれども、農業としてやってるのではなくて、自分たちや高原を出ていった子どもとか、そういう、家族が食べるためのお米として、自給自足で作っておられます。次お願いします。はい、出ました。これは毎年、5月の終わりに行われている蛍祭りの写真です。このようにですね、50人ほどしか住んでいないこの高原地区に、蛍祭りの時には1000人も2000人 も, もう あちこちから人が訪れます。それはここで提供される食べ物がすごく美味しいんですよね。地元で採れたその山菜のおこわだとか佃煮だとか、それからイノシシのスペアリブとかシー汁とか、それから高原に伝わるホタル団子とか、いろんな美味しいものが食べれるので、それが目当てで来る人もたくさんいます。でも、もちろん最大の目的はホタルの鑑賞なんですけれども、次の写真お願いします。はい、次の写真をお願いします。ちょっとお待ちください。はい、出ました。はい、このようにですね、意識川にはたくさんのゲンジボタルが生息していまして、この緑色の光る筋はこれホタルですか。そうです、そうです。こんなにいっぱい飛んでるんですよ。それでこれは夕方ですけどね、これが真っ暗闇の中に飛ぶと、もう本当に幻想的で、感動的な光景が見られます。ホタルだけではなくてですね、意識川にはたくさんの生き物が住んでいます。次の写真お願いします。はい、はい、出ました。これは地元の子どもが魚を追いかけてるところの写真なんですけど、このように意識川っていうのは本当に浅い川なんですね。で川幅も狭くて、もう本当に小川のような小さな川なんですけど、そこになぜかダムを作ろうとしている。でここ
ここには本当にあの、まあ、魚だけじゃなくてエビとかカニとか水生昆虫とかがたくさん生息していて、あの子どもたちが生き物に触れ合える大切な場所となっています。次お願いします。はい、お願いします。はい、はい、出ました。はい、これもあの子どもたちですけども、これはあの地元の子どもじゃなくて佐世保市の子どもたちです。このようにあの、ちょこちょこ、町外からもあの子どもたちがこの川に遊びに来ています。であのそうですね、本当にあの見てると子どもたちが生き物を追いかける時のもう顔っていうのはすごく生き生きしてあの見てて楽しくなるし、どんなにこの場所が子どもにとって 大切かなっていうのは実感するところですね。はい、でもこの佐世保の子どもたちも大好きなこの川を、まあ、せき止めてダムを作ろうとしている、その佐世保市自身が事業者となって作ろうとしているんですけれども、次の写真お願いします。はい、はい、出ました。はい、これはあの佐世保市水道局の建物です。このように屋上から、式玉は市民の願いというあの懸垂幕が掲げられていて、このキャッチコピーは市内の至る所で見られます。次の写真をお願いします。はい、出ました。これは市内を走っている路線バスですけれども、まあ、このようにこちらもお願いしよう式玉というふうに、掲げて、まあ、石木ダム推進の立場を示しているわけですね。これどういう意味なんですか。真心込めてお願いしよう石木ダムって誰に何をお願いするんでしょうか。はい、そうですよね。それは多分あの川棚町のその交番の方にあのお願いですから、そこに作らせてくださいっていうことを市民みんなでお願いしようよ。どいてくださいっていう意味ですか。そういう意味ですよね。でもあのこういうキャッチコピーに私たち市民はすごい抵抗感を持ってるんですね。市民みんなが願ってるわけじゃないから、こんなのちょっとおかしいよっていう声もたくさんあります。でなぜ私たちが願っていないかっていうと、はい、私たちは毎日何不自由なく水を使って暮らしているんですね。だから水不足っていう実感が全くないんですよね。ところが次グラフ出ますかね。はい、はい、出ました。これが、はい、これが佐世保市が示している水需要のグラフなんですが、あの黒い実線が実績値です。でこれご覧になって分かるようにもどんどん年々減少していますよね。水の量、使ってる量が減ってるっていうことですね。そうですね、はい、はい、給水量って言いますけど、はい、使用量と一緒ですね。で、あのここ20年間で3割も水需要が減ってるんですよね。ところが、佐世保市はもう水需要の予測を出すたびに、そこにある丸の点線とか三角とかが予測のグラフなんですけれども、はい、実績は減ってるのに予測ではいつも右肩上がりでの予測を出すんですね。でつまりあの水が足りないですよ、これあの必要量に供給量が、あの足りてませんよっていうグラフを作ってる。実際はあの足りてないというか余ってるのに足りてないよのグラフが、はい、その三角形の方が、そうあの足りてないよじゃなくて、これから足りなくなりますよという予測のグラフなんですね。あの三角とか丸が根拠が何もないのにそういうグラフを出しているっていうことですよね。そうですね。あの佐世保市民の人はグラフが読めないと思ってるんでしょうか。本当ですよね。あの確かにそうなんですけれども、まあ、あの市が説明するときはこういうグラフとか出さないで口で説明しますね。今現在はなんとかあの水需要足りてるけれども、今後これこういう理由がこう重なって水需要はどんどん増えていって、もう将来は4万トンも足りなくなりますよ、そうすると石木ダムが必要ですよっていうふうな説明をするので、まあ、それを聞いてるだけだったらあの一般市民は実
体のデータとか持ってないので、ああそういうもんかなとか思ってしまうわけですよね。そのこれこれの原因で足りなくなりますよのこれこれっていうのはどんなことを挙げてるんでしょうか。はいはい、例えばあの、下水道が笹野市はまだ十分あの普及してないんですね。だから今後下水道がどんどん普及するとあの水需要が増えるとか、それから下水道ができると、それ水洗トイレが増えると水の使用量が増えるという理屈です、はい、そう、あのそう水洗トイレになるじゃないですか。ちょっと水をいっぱい使うから、なるほど、そうそうそう、だからもっともっと増えるよとか、うん、昔はね、その高度成長で、の右肩上がりがどんどんどこまでも続くんだって思い込んでたんだよね、きっとね、彼らはね。そうですね。うん、でも全然当てが外れて、そうじゃなくなったら、あの、経済とか産業のために水を使うっても言えないから、うん、便所の水とか、そういうところに理由を持って、なんとか言い逃れをして、ダムを作るのをやめないでも、あの、やめないためにもう何でもいいからそういう無理やりやってるわけですよね、真心を込めて、ね、トイレの水以外に使うものってのあるですか、はい、あとですね、あとは、はい、あの、まあ、平成の大合併で佐世保も合併地区が増えたんですね。そうするとそれまで何々町としてそこであの水道があったわけですよね。ところが合併したことによって佐世保市水道にあの統合しようとしてるんですね。まだ今現在は統合されてないんだけど、で統合したらそこに佐世保市の水道水を供給しなきゃいけない、つまり需要が増えるというんですけど、私たちはすでにそこにある水源を、うん、あのそれを大事に保持してそこはそこで使ってほしいと。であまり集中すると一つのところに、まあ、事故とかなんかでそこの水が水道が使えなくなったらやはりリスクが大きいので、やはり今あるそれぞれの水源を大事に使っていこうっていうスタンスを私たちは訴えるんですけれども、はい、まあ、あの中央の方ではなかなかそういうふうなのではなく、全部一つにまとめてしまおうっていうふうな考えがあるんですね。でその統合しようって言って今上水道のない人たちが統合されるってわけじゃないでしょ。そこに人がいるってことは上水あるんだから、はい、あるのを閉鎖して、閉鎖するの、うん、多分それでもう、いや水使いたい、おかしい、ダム作りたいから、そんなのおかしいでしょ。そんなことのために統合してるわけじゃないんだから、そうなんですよね。だからいろんな理由を持ってきて、まあ、無理やりダムを作るための目的、ダムを作ること自体が目的になってきて、でその理由は後付けでいろいろ持ってきてるというふうな現状があるんですね。これあの JALO 広告機構っていうところがありますので、そこに、あの事実と反する広告を出さないようにっていうのを通報した方がいいと思います。ひどすぎますね今のは。ですよね。松本さん、はい、あの川崎です。あの、はい、まあ、ちょっとあのワンサイドの議論にならないようにするためにあのいくつかちょっと伺うことをお許しいただきたいんですが、はい、例えばあの、まあ、長崎はもうこれはもう全国的に、有名ですが、もう、歴史的に水害が大変に多い県だと、で、あの急峻な地形を、その急流が多いということで、もしかするとそのダムをその治水とかその辺と絡めて、はいはい、目的がしていたりするという話はありますか。はい、そうなんです。で、そのお話は次の写真をちょっと、はい、じゃあそれを出していただきます、はい、11番の写真を出してください、はい、お願いします。出ました、はい、これがあの川玉川の流域図というものなんですけれども、あの真ん中の太い青い線が川玉川なんですね、はい、でここにたくさんの支流があるんですが、錦川というのは、まあ、河口から近いところ、あの見えますかね、錦川、あの赤いあの台形の形のが、これ、はい、ダムの、あのダムを表しています。中央やや下のところですね。ここにあのダムを作ろうとしてるんですね、うん、そうしますとここのダムで、まあ、大雨がこの地域に降った時にここのダムで止められる水っていうのはこの右側にあの丸い線で囲ってるここの
水しか止められないわけですよね、はい、で川玉川の本流の上流から堂々と流れてくる水はもう全然止められない、うん、ということで、まあ、流域面積で見たら9分の1ぐらいの地域の雨の水しか止められないということで、まあ、治水の専門家はここにダムを作っても治水効果はもう極めて小さいとおっしゃってるんですね。すいません、はい、この川玉川の流域には他にダムはあるんですか？あります。この上の方にね、はい、上の右側にちょっと見えますかね、黒いダムのマークで、はい、野々川ダムというのがあるんですけどね、はい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 、これが一つだけダムはあります。あ、じゃあもう本当に唐突にこの河口に近い、ところに一つダムを作ろうとしているということになりますね。そういうことですね、はい、なのでまあ、次の画像よろしいでしょうか。はい、次お願いします。出ました。はい、これは今年の1月に長崎新聞が掲載した石木ダムについて の、まあ、県民アンケートの結果です。で、まあ、賛否を問うてるんですけれども、まあ、このように賛成、どちらかといえば賛成を含めて約2割の県民が賛成している。で、反対、どちらかといえば反対を含めると3割が反対している。で、残り約5割は判断できないとか、まあ、知らないとか、まあ県全体で県民の関心が高いかというとそうでもないんですね。だから判断できないっていう人の多くは、まあ、無関心の方も多いと思います。で、まあ、これが県民の意識なんですよね、はい、でそういうことでこれまで、まあ、知事選とかいろんな県議選とかありますけれども、その度に石木ダムっていうのは実は全く争点になってこなかったんですね。で私たちはずっとこのたった2割の方しかその求めていないダム事業が本当に県民の大きな税金だの水道料金だの使ってやるべきことなのかどうかしっかり議論してほしい、まあ、選挙でも通ってほしいと思ってきたんですけど、それがなかなか実現できなかったところに、まあ、今回初めて石木ダムが争点になっているっていうところでぜひ注目していただきたいなと思ってるんですけれども、はい、次の写真お願いします。はい、次お願いします。出ました。はい、こちらが宮沢義彦さんとおっしゃって、この石木ダムの問題を解決したいということで、東京から長崎にやってこられて、知事選に立候補された方なんですね。で、次の写真お願いします。はい、次お願いします。出ました。で、今この宮沢さんの応援演説をしている方が参議院議員の加田由紀子さんです。で、まあ、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますけど、加田さんはもともと埼玉にお住まい で滋賀県の、まあ、ダムの問題とか新幹線の問題とかを解決するために滋賀県に乗り込んでいって知事になられて、で知事になられてからは6つのダムを止めてきたという実績をお持ちの方なんですね。だからその宮沢さんの熱意、熱い思いを誰よりも理解しておられて、まあ、今全力でサポートしてくださってるんですね。もう国会の合間を縫って暇があればこの長崎に駆けつけてくださっていて、その熱意や行動力には本当に頭が下がる思いなんですけれども、まあ、こういう方々のおかげでなんとか私たちは今石木ダムについて県民の皆さんに考えてほしいと思っているところです。はい、長崎県は非常に県としての特殊性で、県北と県南、それから県央で全くその別の地域のような動きがあって、どちらかというとその他の地域に無関心というような性質もあるかと思うんですが、そんな中でその県北地域の一つの小さなではないんですが、ダムを反対運動というのを全部の県の中に広げていくという展開は、さぞ苦労なさってるんじゃないかと思いますが。そうですね、もう本当地域によって反応はもう全然違いますので、
あの宮沢さん本当にもう選挙の経験もない方ですし、あの苦労なさってると思いますけど、まあ、あの加賀さんはじめ、それからあの、議員連盟っていうのがありましてね、はい、あの強制収容を許さない議員連盟って、まあ、全国組織なんですけれども、その中の、まあ、県内の町議とか市議の方たちも一生懸命応援して、あの宮沢さんをサポートしていますので、なんとかあの投票日まで頑張って走り続けたいなと思っています。はい、何か他にご質問ある、どうぞ。いいですか、質問というよりは、あの強制収容といえばこの方っていう、ね、あの坂田雅子さんが強制収容されてる人ね、松本さんもされた経験もあるし、松本さんありがとうございます。あ、いえいえ、どうもです、ありがとうございます。はい、やっぱり、強制収容今されていて、まあ、収容委員会っていう第三者的なね立場を装った、結局御用学者とか弁護士とかが集まって何が公で何が公でないかということの判断は全部向こうが決めるわけですよね、結果的に。であと一方で、あの私たち市民とかも、公共の公っていうのは国のこととか行政のことと思ってて、自分のことだとなかなか考えられないっていう、そこにつけ込まれる。で、あのだけどもうはっきり言って、あのすごい人権無視、土地収容法という完全に人権を無視した、まあ、憲法違反でもあると思うんですけども、そういう法律が日本にはあって、公の目的のためであれば私有財産を没収してもよろしいと、強制的に取ってもいい。で、強制収容されてるのに今住んでるわけじゃないですか。でだから違法行為だと、明け渡せと、明け渡しに応じないんだったら強制代執行という形で暴力的に、奪いますよっていうことを、まあ、今脅しをかけてきてるんだと思うんですね。で、まあ、知事選がどういう結果になるのかって、もちろん、ダムを止めたい人が勝つといいなとは思うんですけれども、もし向こうが勝ったらね、大事故をかけるぞというふうに思ってるところもあると思うんですね。だからその選挙の結果以下、結果だけが意識の未来を決めるんではなくて、選挙も一つの手段として、あの その日もしですよ、強制大執行したらもうこれ日本中で大問題になると思うんですよ。初めてなんですよ。ないです、ダムが原因で強制大執行っていうのは、うんうん、あの日本初なんですよ。 そうですね、それこそあの全国のマスメディアが集結してもおかしくないって、そういうことなんですよって、うん、もうあのごめんなさい取っちゃってね、だからずっと揉めてて今までやってこなかったのは、そこに人が住んでて普通に住んでるし、そんなにダムをどうしても作んなきゃいけないっていう理由もだんだんなくなってきちゃって、うん、で経済も少なくなる、人口も小さくなる、 でも人々はちゃんと暮らしている、うん、で片や人権っていう意識は SDGs だ、ジェンダーだ、LGBTQ だって言って、パワハラだ、モラハラだ、 DV だって言って、人権の意識が高まってるんですよね。で国連もちゃんと人権も一人一人の権利っていうのが国の権利よりも大きいんですよ、そこには手つけちゃダメなんですよっていうことがだん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 知れ渡ってきている。でそのバランスで今強制大執行してないんだから、今後もしたらとんでもないよって。前はあの前はちゃんと気軽にしちゃってた、気軽にしちゃってて、脅しに使ってたけど、もう私もう忘れられないあの坂田さんが山の中にいて、私も山の中、私がちょうど東京の高尾さんというところなんですが、お見舞いに行った時に来ちゃって、はい、それで大変だ大変だって言って、なんか立ち入り禁止にされちゃって、はい、坂田さんなんて言って上の方から、まあ、土地が奪われたっていうことなんですけどね。本当にもう目の当たりにしてものすごい、うん、あの強烈なショックを受けて、はい、その後安保法制の強行採決で次の強烈なショックを受けるんだけど、はい、目の前で繰り広げられる人権侵害ってもう何かに火をつけてしまうと思うんですけど、でここはだからまだ強制大執行してないわけだから、そうですね。でその私たちがあの東京の高尾山で大執行された時と、また人権意識とか環境意識っていうのは大きく変わってきてて、そうそう SDGs もね、そうで私の時は Facebook もなかったし Twitter もない中で口コミだけで広げる、電話だけ でも今意識の状況っていうのは私たちの時よりももっと希望が持てる状況なんですね。だからやっぱり強制大執行するの向こうも怖い
絶対絶対そうだよ、うんうん、松本さん、うん、松本さん、はい、口挟めなくて、松本さんのたちのあのこの活動について最新情報を、得ようと思ったら、例えばインターネットとか何かで、はい、得る方法ありましたらちょっとご案内ください。石木川守りたいで検索していただくと私たち あのホームページに行きますの で、はい、であるいはあのフェイスブックとかツイッターもやっておりますので、あのいずれも石木川守りたいで検索お願いします。守りたいのたいはグループのたいですね、漢字のね。そうですね、はいはい、守りはひらがなです。守りはひらがな、はい、はい。すいません、一つだけいいですか。住民がさっき人権っていうことを言ったんですけれども、その住民たちが思っていることっていうのは自分たちの暮らしだけとかって思ってないんですね。あそこ、先ほど皆さん写真見ていただいたと思うんですけど、あそこに生きている生き物と一緒に生きてきたっていう意識なんですよ。だから自分の命だけ守りたいんだったらお金もらってどっか移ればいいじゃないっていう話になるんですけど、どうしてもどうしてもあの土地から切り離して生きることが考えられないっていうのは、あそこにある風景も生き物も全部含めてなんです。でこの前11月あの現地に行ってきたんですけど、座り込みしてるそのおばあちゃんやお母さんたちがものすごく辛そうに言ったのは、ものすごく大きな、ね、巨大なタブの木があったんですね。でそれを、切られたんですけど、伐採というよりは引きちぎられたっていう、あのこういうねでっかい挟むやつでキュッと引きちぎってもぎるようにして巨木を倒し持ってってしまったっていう、もうそのそれを見た時の辛さっていう、つまりそういう木々もそれからあの魚の生き物たちも全て自分たちと共に生きてる、そこで生きる権利っていうことが奪われるっていうことがね、あの人権と同時に生物権とか環境権っていうものもすごく含まれてるっていうことをちょっと追加したいと思います、はい、それ今思い出しましたけど、はい、パレスチナでイスラエルがやるのと同じ、うん、あのオリーブの木って抜けないんですよ、まあ、抜けないから燃やしてみたりとか、抜けないけど、ま、真っ先にそこに住んでる人たちが一番大事にしてるものを狙う、でそれが大きな木っていうことはすごく多い、でその木さえなくなったらそこの木の下に集まることもその土地に執着することもやめて追い出せるだろうって思うんですよ、うん、だからそんな木を根じるだなんてもうたたりがありますよっていうふうにして対抗したぐらい、ごめんなさい、あの前北です、前北、ごめんなさい、宮北の方が可愛いけど宮北でいいです。パレスチナのお話が出たので、補足しますけど、今回立候補された、うん、宮沢義子さんは実はそうなんですよ。そうだった。あのオリーブの木のパレスチナのオリーブの、ね、そうなんですよね。そうなんです。でパレスチナで支援活動してる時に目の前でその追い出される人たちの苦しみを目の当たりにしてるから、なるほど、だからこうバルと重なってしまって、どうしてもあの自分の微力だけれどもなんとかこうバルの人を救えないかという思いで立候補決意された方なんですよね。だから今のお話聞いて、ああそうなのかってすごく、うん、納得しましたね。そう、私コロナの直前にパレスチナに行ってその博物館を、あの見てきたんですよ、そのパレスチナの人とイスラエルの人の関係の歴史 の、あのでそこにそのオリーブの木をバリ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 ってあの、クレーンで持ち上げて引っぺがすって根っこが平べったいんですよね、はい、っていう映像とかもね、はい、あったんで、はい、全く同じ状況で、はい、あの引っこ抜かれましたね、なんてこと、タブの木が、はい、木下さん、あ、いや実はね、国家による主権制限、多分その部類にこの国境制大施行って入るんじゃないかなと思うんですが、まあそれはそうですよね、何かの大義名分のために、ある人あるいは人々の主権を制限するという、まあだから民主主義制度の中での一つのもうやって
いいかどうかというのはもう世界中で議論になっているようなことが、まあ、中国なんてもうドーンとそ、ね、ちっちゃくからそれは日本は、まあ、あの歴史的に見ればねむしろ戦前からもそうですけど、はい、結構私権が強かったので逆に言えばこういう形でやっぱ抵抗できるっていう、はい、これも一つの抵抗なんですよね。だから国家がその、まあ日本は、まあ、一つはその公定力の理論って言って、はい、まあ、要するに国家の行為っていうのは基本的に正しいっていうことを前提に行政理論っていうのがまあ組み立てられているので手続き的にそれをどうやってそのやっていくかっていうことを後回しになるっていうのはずっと日本のねその別にこのダムの問題だけじゃなくてずっとあってですね、それが日本のまあ日本ってすごく保守なのに開発をするという不思議な国で開発っていうのをまあやりやすいっていうシステムを作ってきたわけですね。でもうダムもそうですけど、だから結局これもさっきのパンの話と同じで、まあ、特定のところにパンを落とすためにダム作ってるわけですよ。でこれ350億円ぐらいですよね確かね、このダムの建設費用っていうのは住民税から引かれるのが、ああ佐世保市の市民から350億って引かれるわけですよ。これまあ大変なお金 でそれがメリットになればいいけども特段メリットになるわけじゃないと、でもそういうところに国が新しい一度決めたからという形でお金を回していくという仕組み、日本社会の仕組みっていうのが、まあ、全然変わってないっていうことが、まあ、これはもう典型的な事例ですよね。うん、松本さん、はい、まあ、今 の木下さんの話にもつながるんですが、はい、松本さんが今ね、こうやって やってらっしゃる活動はそのまんま日本をもっともっと良くする全体の動きそのものだと私思いました。ありがとうございます。やっぱりねそこに住めなきゃ他の代替地に行きゃいいじゃないかというような発想についつい陥りがちなわけですよ。はい、やっぱりそうじゃないだろう、やっぱり住んでる場所と住んでる人というのが一体だというその気持ちが実はその平和意識とか人権意識とかそういうところにも全部つながっていくと思いましたし、やっぱりねホタルの乱舞してるあの風景を失うということは、これはね気持ちに非常に切実に響いてくるものがありました。そうですね、はい、本当今日はわずかな時間しか差し上げられなくて本当に申し訳ないと思いますが、またとんでもないです。はい、はい、これからも県知事選の前直前にこのような機会をいただいて本当にありがたいと思ってます。投票いつですか？2月20日です。2月20日、はい、わかりました。来週末、来週の日曜日、はい、我々も直接の投票権はありませんが、二人三脚の投票権で、はい、心で連帯させていただきます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、電話で、おつなぎしましたのが意識川守り隊の代表松本道枝さんでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。失礼いたします。失礼します。本当に皆さん自分のこととして、考えるチャンスです。直接投票権がない方も、この動きには注目してまいりましょう。あと長崎のお友達に声をかける。そうですね、長崎にお知り合いお友達がいる方はぜひ一言、投げかけていただければと思います。それではここで一旦お知らせに参りたいと思います。せーの、手洗いキュ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 、帰った時もご飯の前も。カワウソくん、丁寧に洗うんだよ。手洗いキュキュキュ、東京新聞。ホットウェブで検索。こんばんは、内田誠です。こんばんは、内田誠です。アロハ内田です。うっちのデモクラジオ、今日も、午後8時から12時までの2時間、お付き合いください。ゲストをお迎えしております。アーサー・ビナードさんです。トマラキコさんです。よろしくお願いします。よろしくご一緒に2時間をお過ごしくださいませ。東京新聞は家計に優しいって聞いたけど、カッパ君は浮いたお金でハワイからお取り寄せしたんだって。ハワイ、ちょっとちょっとちょっと、家計に優しく東京新聞。お申し込みはこちら。
毎週土曜日午前11時からお送りしております。デモクラ TV 本会議。さあ、それでは続いての話題に参ります。私たちの社会で重要な役割を担う市民活動がコロナ禍の中、重大な危機に瀕しています。北国では雪かきの助っ人不足、沖縄では修学旅行の相次ぐキャンセルで平和ガイド団体がピンチ、また福島の被災地に暮らす親子がリフレッシュのため他の地域で過ごす保養も長距離の移動をためらう人が多く中止が相次いでいます。難題に直面する市民活動とコロナの今を考えますと、東京新聞6日朝刊特報面ほかでございますが、もうこれについてはそうですね、坂田さんどうでしょう、はい、あのコロナでいろいろ、例えば今、はい、あの坂田さんのその拳銃の会の活動も、はい、コロナの影響いろいろ受けてらっしゃるんじゃないかと思います。そうですね、あの私はあのネイチャーガイドもやってるんですけれども、はい、高尾山の、生物多様性ガイドっていうのは、まあ、屋外ということもあって少人数で、継続してやれるんですが、他の地域のガイドも頼まれるんですね。広島とか九州とか、それが来ないでほしいというねことになっちゃうわけですよね。やっぱり東京の人間が地方で活動しようとすると、やっぱり地方の人たちの方が、あのもしあのコロナを持ってこられたらみたいに思ってしまって、あとその自分がうつるかどうかというよりも、それをやったからこうなったんだよって言われたくないので、やめといた方がいいっていう、そういう自粛的な要素がまあやっぱり強くて、でやっぱ私たち NGO はあのこうオンラインでできることだったらいいんですけれども、ガイドとか子どもたちのやり取りとか、そういうことってもうリアルでなきゃやれないんですよね。多分あの貧困の問題とかそういうことに取り組んでいらっしゃる方もそうだと思うんですけど、そこら辺がやっぱり非常に悩ましい。でも何かに預けないで自分たちでこれなら大丈夫じゃないかっていう、なるべく自分たちで判断するようにしました。はい、はい、前北さんのところにもいろんなあの情報が入ってきてると思いますが、どうでしょう。私の付き合っている NGO はコロナになって最初はすごく寄付がなんか逆に多くなって、ステイホームになって、でお金の使い道がない人たちが寄付してくれるってことが一時期多かったけど、でもそれが急にパタッとこの頃ないと、で逆にだからあの瞬間にバブルが来て瞬間にバブルが去って今すごい苦労してるっていう、まあ、どういうことなのかまだ分析とかできてないですけれども、なんかいろいろ最初からそのパタッとなくなる、その集まることで寄付を集めてた NGO は最初から苦しいし、でオンラインが強かったところは最初は良かったけど今逆に全然ない逆に急に減って困ってるっていう、まあ、もちろんその NGO によりますけれど、もうあっち大変というか、ね、アーティストはそのイベントがどんどんなくなったので、 そうなんですね、うん、それであのお芝居をやろうということになっている、うん、なったんですけど、うん、他にこれだけ長期化しちゃうと、うん、最初の時の目論みと全然状況が変わってくるというのがありますよね。そうですね。だから一番最初コロナの第一波の時は、うん、いやもうこれでとにかく数ヶ月を乗り切ってもらうためにお金を出したんだよっていう人が多かったと思う。それが多分最初に、ね、あの使ってくださいってなったところが、うんうん、第一歩終わって、その後また第二第三もう年をどんどんまたいでっていう状況になると、どうも、まあ、だから自分の生活の方も大変になってくるから、うん、でもそう思うとあのコロナ不況だとも言うじゃないですか、でも、まあ、注意しなきゃいけないなと思うのは、あの私は原発事故ってたのがすごい大きいと思うんですよ。で次にオリンピックを、まあ、やりますよって言って、でカンフル剤みたいにオリンピックを使ってて、で結局、まあ、そんなに大規模にはやらなかったことで、あの思ってたよりうんと冷えてる経済が、まあ、不況っていうよりは冷えてる、もう冷えてる、回ってるお金が少なくなってるはずだから、でそれをコロナの
せいにしないで、しないでっていうか、コロナのせいにしたい人たちもいると思うので、なぜならそのオリンピックを誘致したりするのは政治ですよね。で、まあ、原発をこんなにいっぱい作ったのも、まあ、結局は議会で承認したわけだから、あれも政治の責任って考えると、まあ、政治が責任を取りたくないジャンルの経済的な不況なので、なので、まあ、コロナのせいじゃないけれど経済が冷え込んでいるので寄付も集まらないしっていう状態にどんどんなると思います。長引いても終わったとしても、コロナが終わったとしても経済的に冷えていく、そこをどうこの温めていくかだと思うんですけど、ちょっと NGO の方とかもね、やっぱ問題があると思っていて、はい、NGO として思うことは、その、まあ、一時的に取った集まり寄付はまあ嬉しいんですけれども、やっぱりそこをきっかけにその自分たちの活動を継続して応援したくなるようなアプローチっていうのができてなくて、ありがとうございます、これに使わせてもらいますみたいな。坂田さんできてる方だと思うけれど、それでもそう思うっていうね、偉いなと思って、でまだまだそこが弱いなっていつも偉いなと思います。やっぱり海外の NGO とかっていうのは、やっぱりそこの、そのお金をもらった後のコミュニケーションとか関係づくりとかっていうのにすごくちゃんと時間を割くんですけど、なんか日本の NGO はやっぱりそのコミュニケーション、社会的なコミュニケーション能力っていうのが、まあ、まだまだで、その今回そこを鍛えていかないと、不況になればお金は集まらないし、お金なくてももうこんだけしかないけど出してくれるよっていう人たちが私たちの周りに何人いるかっていうことなんですね。そういうこうある意味一種のアソシエーションというか共同体というかっていうものが作れてない反省はちょっとねしてる。すごい、いつもすごいと思うけど、さらにパワーアップしてる。木下さん、労働運動なんかはもうもろに、つまり膝つき合わせて、ね、膝つき合わせて論じて、で集まって、声を上げるっていう伝統的なやり方をやってた人たちが、その方法をこういう形で制限されちゃって、労働運動だけじゃないんですよ。だから後で話になる自公政権のきしみってもコロナなんですよ、はい、だからやっぱり創価学会がやっぱりその普段会合やるじゃないですか、はい、あれができないのも 2,3 年続いてるってもボディーブローみたいに来てるわけですよ。やっぱりそれはいわゆるその座談会って言われる彼らの、その、まあ、1週間に1回かな、はい、やってその地域の学会員が集まって、まあ、お話し会するわけですよ。でそれがその、まあ、彼らの中のコミュニティの基盤でしたから、でこれがやっぱできないってなるとですね、でオンラインでやれって言ったって、できるわけないじゃないですか、あんなつまんない。やっぱこれはそうなんです。要するに座談会っていうのは、その地域の中でね、うちの子供どうしようとか、その、その要するに学校でこういうことあったとか、宗教なんか信仰中やっぱり それぞれのやっぱり自分たちの、ね、そのいわゆるコミュニティの中の悩みとか、助け合いだこうするっていう空間ですから、まあ、それがやっぱり壊れたことがそこが抜けて、やっぱりその、まあ、それが公明とってるのがこれだけ公明することの原因の一つになったりしてるわけ でそういうのは別に NGO だけじゃなくて、いろんな社会の中 その基盤的な部分のコミュニティに広がってるわけですよね。で、まあ、これがどういうふうにですね影響するのか、多分10年単位か15年単位見ないと分かんないと思うんですけど、後々どうなってるかっていうのが多分分かると思うんですよね。すぐ何かなるわけじゃないんですよ。だけど非常に日本の社会の10年後ぐらいまで非常に暗い影を起こした可能性があって、まあ、日本だけじゃない、世界的かもしれませんけどね。で直近のことで言うと、まあ、労働って話、賃金の話がそうですけど、はい、その、まあ、岸田政権がまあ要するに それなりにこう支持率高いって言われてるじゃないですか。だけど、まあ非常にものすごい危機的になってて、これ多分おそらく安倍政権の時でもなかったような多分最大の危機だとか多分迫っていて、でそれは一つはその要するにそのコロナのツケが来るわけですよ。でさっきちょっとありましたけど、要するにその企業とかね、はい、コロナ禍でいろんな補助金出してるじゃないですか。で実は去年倒産件数ってここ数十年で最も少なかったわけですよね。少なかったんですか。ものすごい倒産してないんですよ。でなんでかったら補助金取ってるからですよ、はい。あだカンフル剤打ってたからなんですよね。ところがそれの返済期限っていうのが近づいてるわけですよ。4月とかになってきますけど、
で返せないところがドーンと潰れていくわけですよね。であの今回非常に厄介なのが緊急事態宣言出してないでしょ、はい、でマンボウとか出してるじゃないですか、はい、金が出てないんですよ。でつまり経済活動をやってねと、でやってくださいと、まあ、オミクロンやってる出てるけど、で、まあ、だからやっぱりそんなにね、まあ、デルタほどひどく重症にならないからそのままやってねっていうふうにやってみたらね、でそうするとオミクロンが流行ったじゃないですか。で実は客来ないんですよ。で補助金も出ないという形で二重で首絞められてるっていう状況があるわけですね。これが2つ目で、3つ目はコストプッシュで、もうどんどん値上げですよね。4月からものすごい値上げになりますから。でこれは一つは、その、元々のそのインフラですよね、半導体が不足してるであるとかサプライチェーンっていうか流通経路っていうのがこう不足してることによって、コスト高が当然起きる状況になっていて、それの価格転嫁、これまで我慢してしてなかった石油法が、これが始まっていく。でもう一つはウクライナ危機ですよね。エネルギー危機がさらにひどくなりますので、原材料の高騰というのはさらに上がるの で、 でこれはもう最悪のいわゆるコストプッシュインフレってやつですね。でコストプッシュって要するに物の値段、供給する物の値段が上がったから、はい、あの製造費が上がったから、あれが上がるってやつで、賃金が上がったからインフレになると全然逆なんですよ。でその菅政権ね、じゃない、その岸田さんね、その例えば看護師とか